エペを超えるだとか、なんかそういう期待はしない方がいいと思います。はい。うわぁ！大人になっていくにつれて、どん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 ゲームを楽しむ力っていうのがなくなってるような気がするんですよね。子供の頃は何もかもが新鮮で、何やってもすぐ成長するし、本当楽しかったんですけどね。まあ大人になると新鮮味もないし、成長するのも大変になってくるから、ゲームを楽しむ力ってなくなってるなぁとは感じるんですよ。ただそれってすごく悲しいじゃないですか。だから僕自身がね、意識していることとしては、すごくね、こうゲームプレイ中はいい意味でバカになる。子供の時に戻ったような気持ちでやるとね、やっぱりこう面白いの基準が下がるんで、バカになると、うん、だから結構ね、どのゲームでも楽しくできるんですよ。あとそのゲームのいいところに注視するですね。ほんといいところをめっちゃ褒める、うん、そこばっか見るっていう、まあ、スタイルが一番こうストレスなく楽しく大人でもゲームできるなぁとは感じるんですよ。ただゲーム配信者だと、それだと良くないと。前回フラグパンクの動画を上げましたけども、あまりに褒めすぎて、これ案件だろってね言われたんですけどね、まあ案件じゃなかったんですよ。同じチームの長谷慎には案件行ってたんですけどね、僕には来てないです。はい、あれからかなりこのゲームね、やり込みまして、まあそのいいところではない部分っていうのもだいぶ見つけてきたので、まあそこもね、今回は喋りながらやっていこうかなと思います。はい、前回ね、もう褒めちぎりすぎて、このゲーム全然もう悪いとこないって言ったんですけど、まあもちろんこのゲームまだまだベータ段階、まあテスト段階ですので、まあゲームバランス、やっぱりちょっと気になる部分がありますね。まあ前回はスナイパーライフルが強すぎって言ったんですけど、まあこう、まあいろいろある。うん。やっぱりね、あの、オーバーパワーなスキルキャラクターっていうのがだいぶ出てきました。あの、透明になるキャラクターとかね、足音がなくなるキャラクターとかが非常に強くなりましたね。まあ強いんですよ。このキャラクターもね、この範囲内だと完全に透明になるんですよね。この範囲外は割とこう半透明な状態になるんですけどね。うん。この範囲内だったらずっと透明です。もう全然バレない。ほらほらほら。はい。はい。はい。あ、でもね、半透明でもそんなにバレてないんだよね、多分。OK。ちょっと使ってみるか。はい。これ半透明になりました。半透明、半透明。どう？見えてる？見えてるけどやれちゃう。ほら、意外と半透明でもそんなにバレないっていうね。これがね、あの、開幕もうこれでとつられるとほんとうざいんですよね。ちなみに今プレイしているのはデスマッチですね。まあこれはバロラントでもあると思いますが、というかこれ敵を倒した時に出るハートの回復アイテム、バロラントやないかいっていう感じですけども。ちなみに、このね、デスマッチを検索、あ、じゃあ、デスマッチをプレイしながら検索をかけることができるので、まあ非常に、こう、隙間時間、非常にそこは嬉しい要素ではありますね。うん、さあ、今回は、ランクモードをプレイしていきたいと思います。まあこのゲームね、もう、クローズドテストの段階でランクモードがあるんですよ。で、これがね、だいぶカジュアルと違うんですよね。はい、このゲーム前回説明しました。あの、カード要素がある、んですよね。で、まず、このカードプレイヤーに投票っていうのがありますね。これはですね、ラウンドごとにカードのバンピックを行います。なので、そのバンピックを行うプレイヤーを選びますと。まず、はい、選ばれました。両チーム、1枚選択を禁止。バンするカードを選んでくださいってことですね。はい、まあじゃあこれを一旦バンしようかな、僕は。このゲームね、ほんとカードの種類めちゃくちゃ多いっすね。はい。2枚カードを選んでください。A サイト弱体化いいですね。最初攻めじゃないかな、うちらこれ。あ、違うか。あべ、選べんかった、2つ。これをね、毎ラウンドやるんですよ、ランクモードは。このバンピックはね、大会だと面白いと思うんだけど、普通のランクモードだとね、ちょっとテンポ悪いなとは感じますね。うん、面白いんだけどね、要素としては。うん、他の FPS とすごく差別化もできてるし、いいとは思うんですけどね。テンポはいかんせん悪いですね。前回僕気づいてなかったんだけど、このね、マップ上にあるこの黄色いやつ、これ壊すと、ポイントか回復アイテムが出てくるんですよね。そう、このゲーム、あの、自動回復がないんですよね。ちょっと待って、これ敵の毒だよね。ちょっと透明モードになりまして、一旦角で隠れて、1枚キルして、今完全僕透明です。完全透明、完全透明。
べ、ちょっと決め打ちやめて。あ、無理や。1v2、体力が回復してないですね。そう。このゲームの悪いところ、ちょっとこのラウンド終わったら言いますね。これはまあ逃げようか。このゲーム、自動回復がないことによって、1v 複数になった時、ワンチャンがないんだよね。逆転要素がね、なかなか難しい、なかなか逆転できないの。自動回復がないから、じゃあヒーラー役がいるのかなみたいな、ヒーラーキャラがいるのかなと思ったらいないんですよ。全然一人ね、まあ回復できる人いるんだけど、回復量かなり少なくて。よし、ジャンプマスター選んだぜ。これで2段ジャンプができるようになりましたね。回復に関してはね、ほんと微妙なんだよね。で、このさ、青い、これ回復なんだけど、これ一体いくつ回復すると思います？これ使えば体力マックスかなって思うじゃないですか。違います。30だけです。30だけです、回復。まあ、自動回復にするか、道に落ちてる回復の回復量を増やすか。もしくは本当にヒーラー専門のキャラクターを置くかですよね。もう何かしら、しないと、ちょっと現状ね、微妙なところあります。ヒーラーは本当欲しいな。ちゃんとした。いけるかな？いやー、透明強え。透明やっぱね、これずるいっすね。今、他のゲームだったらさ、スキルってさ、なんか、チャージまで時間かかる云々みたいなのがさ、大体あったりしますけどね。そういうのないからね。何？これがあれですよ。ワープできるキャラクター？これがね、非常にうざい。やばい。透明になって逃げます。二人いますね、あそこ。マライミレフ、味方やられちゃったか。よし！これが、このゲームのスナイパー。いや、強いんだよな、スナイパーがな。相手もスナイパーだった、まさか。ああ、そうかもしれない。なんで負けんの？いや、もうこのゲームね、なんか、多分ね、まあ、日本サーバーがないんだよ、まだ。70ピン？まあ、それに、それもあると思う。ラグいのもあると思うんだけど、シンプルになんかね、やっぱまだ、サーバーの質という部分では、あんま良くない感じするんですよね。透明楽しい。ラスト？裏ラスト？いやナイス。ここにワープポイント置くじゃないですか。で、反対側を攻めると。反対側めっちゃ攻めて、A だと思わせて、ワープして戻るっていうやり方でいきましょうか。ごめんなって。僕の予想、このゲームね、煮詰まっていけばいくほどかなり難しく、正直カジュアルではなくなっていく気がするんですよね。なかなか、どんどんプレイスピードがゆっくりになっていくとは思いますね。ちょっと違和感を覚えたんですけど、これもしかしてさ、SMG の腰打ちとんでもなかったりする？えっ！今のやれんだ。いくよ、腰打ち。はい。ちょっと今の近すぎるな。ボム設置？ナイス。え？あ、このぐらいくっつくんだ。知らんかった。あ、腰打ちやばいな、これ。
わあ、エイペックスだこれ。ごめんなって。上取って。やば。腰打ち？わあ。腰打ちだこれ。腰打ちだ。これはいい。もう俺は詰めちゃおう。腰打ちでいくよ。やっぱバレてないね。映ってない映ってない。一人やり万別。万別ワン。うわー、勝ったやん。相打ち。あー、相打ち。まあ回線が60ピン63ピンっていうせいだとは思うんですけどね、今のドラゴンブレス。これが多分カードいる気がするな俺。熱いよ。さあもう体力は若干ないからな。あと設置されてる普通に。やった。えいえいえい。あれでもバレないんだもんな。まあやっぱ混戦状態になるとね、半透明なんて見てる日もないんだよね。はい、待って待って。危ない。設置中。ナイス。右外周ここ入ると。痛い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 。地雷置いてあった。マジかよ。やばい、もう体力がない。こうなるともう逆転無理なんですよね、ほぼほぼ。うん、1v3 とかもう体力25で、もう一発でも食らったらアウトですからね。はい、ほら。ね。だからこれが非常に残念だな。うん、やっぱ自動回復か、回復アイテム拾ったら全回復とかにしないと、本当にワンチャンない。うん、ちょっとこれ面白くないですよね。いろいろ改善点はありますが、このゲーム基本的なシステム面とか、あと本当ユーザーが欲しい機能っていうのが大体揃ってるんですよね。細かい設定、あと検索中も射撃場だったり、こういうウォームアップに入れるだとか、 FPS ユーザーにとってこう痒くて欲しいところっていうのがね、もう大体揃ってるっていうのはね、本当に大きい。しかもこのまだまだアルファ段階なのかな、まだまだでね。僕の視聴者さんもやってる人が、ね、結構いるんですけども、普通にねこのウォームアップだけのデスマッチとか、あとチームデスマッチだけ、リスアリルールだけやってるっていう人もいますね。最近出た新作 FPS の中では一番差別化できてると思いますね。だからわざわざよいしょこのゲームをやる価値というか、うん、他にはない要素があるっていうのは、うん、本当に大きいと思います。僕はデルタフォースはさ、日本アカウント出たりとか、結構日本に向けてもキャンペーンをね流し始めてるので、フラグパンクそろそろ来るかな。来年発売じゃない、リリース無料なんでリリース予定らしいですけども、まあ、来年日本アカウントもできて、こうストリーマーさんとかにも投げ始めたら、少しはもっとね話題になるのかなと思いますね。で最後になりますけどね、まあこういう新作 FPS が出るとさ、アケントルダーとかさ、エイペックスを超えますかとかさ、いろいろ質問来るんですけど、もう日本で、なんでしょう、エペとバロを超えるものは、まあ出ないと思った方がいいですね。もうエペとバロが存在してるから。で日本の総人口で言うと、FPS が流行ってると言えるレベルまで人がいるっていうのはね、二つが限界だと思いますね。だからこれ以上、流行る FPS を増やすんだったら、ね、我々僕29ですけど、まあ、これぐらいの年代の人たちがいっぱい子供を産んで、次世代のプレイヤーたちを増やさないと難しいと思います。結局英語圏ってさ、なんであんなにね流行ってるゲームがあるというか、まあ、人口がいるゲームがいるかっていうと、それは単純に母数が違いますからね、日本と。人口がめちゃくちゃ多いですから、そりゃいろんなねゲーム行っても人口がいるっていう状況になり得るけども、日本はね、日本だけで考えるとね、それはやっぱ限界はありますからね。だからそんなねエペを超えるだとか、なんかそういう期待はしない方がいいと思います。はい。まあ現状ね、こう
アジアサーバーですけど、まあマッチングには全然問題ない。テスト段階ですごくマッチングも早いから、まあ注目も高いと思うし、まあリリースされてからも、まあマッチングにはそんな困らないような感じがするんですよね。日本でマッチングに困らず、プレイできるぐらいの、人口になり得るゲームと思った方がいいですね。はい。だから過度な期待はしないようにしてください。うん。そのエペを超える、バロを超えるみたいなね。アケンを取るだとかね。そういう期待は注意ですね。はい。それでは、今回もね、よろしければモチベーションになるので、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。はい。お疲れ様でした。バイバイ。